はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日は中一理科物理力の世界のゼロの4回目です。で、これまでいろいろな力を使った実験をしてきました。今日はこの鉄球と100円ショップの超強力磁石、ネオジム磁石っていうものを準備しました。で、このネオジム磁石、100円ショップで私が買ったやつは2個で100円でした。ですからここ6個使ってますけど、まあ、6個でも300円でこの実験できます。さあ、でどういう実験か。これなかなか強烈ですよ。ちょっと動画楽しみに見てください。ではどうぞ。はい、すごくないですか。すごい勢いでこちら側の玉が飛んでいって、でここに置いたゴリラとかライオンのフィギュアがもう本当に吹き飛ばされていました。はい、それでは次。はい、このように見る向きを変えて、でまたちょっと玉の数、磁石の前後の玉の数も変えながら何種類か実験しているので、もう一度その様子も見てください。磁石の向こう側、奥側の玉の数を変えてもそんなに差はなかったんですけど、磁石の手前の数を変えるとかなり力が弱まりました。で、これについては、また解説は普通の授業、力の世界の1からの、授業の中でしていきたいと思います。さあ、あともう一つだけ、実験をしています。次回その実験をして、でその後普通の教科書の授業に入っていきたいと思います。では今日の授業は以上です。